ーの開始、始まりました、始まりましたよ。まず、喋んないでやるわ。喋ってやっても大丈夫かな。今下積みやってます。あ、でもいけると思うよ。今4分、今30秒でしょ？いけるんじゃないかな。今ファンで塗ります。無理かな。ちゃんとね、前髪邪魔だな。もうパッツンが、もういいや。はい、ここで多分大丈夫。あ、これ焦る。待って、今何分？やばい、ちょっと待って、すぐだ。5分。ダメダメダメ、焦る焦る。どうしようどうしようどうしよう。シェーディングシェーディング。焦る焦る、普通に焦る。どうしよう。あ、やばい、あと3分だ。ちょっと鼻筋入れます。あ、これやばい、ちょっと待って、ダメだ、余裕ないかも。チーク入れます。ちょっと待って待って待って、これ本当にやばいぞ。眉描きます、眉。待って、あ、やばい、あと待って待って待って、本当にやばい。これさ、見てる暇ないわ。ハプニングハプニング、どうしようどうしよう。しまった。これさ、絶対眉あれで描いた方が良かったかも。痛い。あ、やばい、待って待って、やばい、ちょっと待って、1分しかない。え、使ったのこっちの子。ちょっと待って、え、マジやばい、やだ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 、どうしようどうしようどうしよう、やばいやばいやばい。あ、もう本当に焦る。あ、本当に焦る。やばい、あと1分。あ、でもいける気がする、いける気がする。いける気がする、いける気がする。あ、あと30秒、いける気がする。あ、いける気がする。ちょっと待って、いける気がする。あ、寝れない。いける気がする。まだいける気がする。あ、いける気がする。ちょっと、もうちょい、もうちょい鼻筋入れたい。鼻筋。
この口入れて。はいはいはい、終わり。はい、終わった。え、できてる？できてる？ちょっと待って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 、できてる？ちょっと待って待って、前髪がやばい。できてる？できてる？ちょっと待って、癖ついちゃった、癖ついちゃった前髪。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。癖ついちゃった前髪が。いいや、これで。できたかな？できたかな？できた？できた？できた？化粧できてる？できてる？あ、でもね、下とか大丈夫だと思う。うん、なんか、はい。一応じゃあ、おさらいしますね。あ、超焦る！ 5 分早っ！大丈夫かな？できてます？なんか一応頑張ってみた。あー、眉毛ちょっと消えつつあるな。はい。はぁ、ちょっと5分メイク大変。ですね。まず私が一番先に使ったのは、お湯だけで落とせる、フルメイクウォッシャブルベースです。はい。で、これは、なんで使ったかというと、一応時短メイクという感じで5分間メイクをやったので、今。ですね。これを全体的に顔にまず塗ると、口紅も、まつげも、お湯で、こう、オフできるので、帰ってからも時短で落とせるっていうので、使いました。んで、これほんと下地にもすごくいいし、これだけでも全然使って大丈夫なので、ファンデとか塗らなくても全然いけると思います。はい。ということで、使いました。で、その後に、ファンデは、普段愛用してるパルガトンを使いました。で、ファンデはね、パウダーファンデにしようか、リキッドにしようか迷ったんですね。で、一応、パウダーの方が早い気はしたんですけど、一応こっちに。はい、しました。で、ですね。あとは、これでですね。いつも使ってるパレットで、この特殊メイク用のパレットなんですけど、これでシェーディングを、こことかね、入れまして、はい、入れました。で、シェーディングの入れ方なんですけど、シェーディングはね、ここ、ここに、へっこんだところにこうやって入れて、ここと、ここに入れると、いいと思います。はい。私の独断ですが、結構いいと思います。はい。で、まず、チーク、あんまり光が当たってるのであれかもしれないですけど、チークは、メイクアップフォーエバーかな、これ。の、クリームチークを使ってます。クリームチークの方が早くつくと思ったので、そんなに時間はかかってません。はい。そして、シャドウは、インテグレートのスイートトリックアイズを使いました。で、これを使うことで、一応、目の、この三色使いが、すぐにできるものなので、ちょっとこれをチョイスしてみました。で、ですね、眉。眉はですね、ちょっと足りなかったんですけど、これはですね、この前いただいたコフレドールの、ブローデザイナーパウダー。って言って、パウダーを先にやって、後から整えるやつなんですけど、これね、私のちょっと使い方がやばくって、で、途中でちょっとこれが取れてしまうというハプニングがあったので、ちょっとミスったかなと思うんですけど、これも時短におすすめだと思います。はい。そして、私がですね、ノーズシャドウとして入れたのが、これマークウィンズかな？マークウィンズのクリームアイシャドウをここの鼻に塗ってます。そしてその鼻筋を通す感じで、ここの眉毛と同じ色のシャドウをこういう感じで入れてます。はい。それなのでちょっと高く見えるような目の錯覚を起こさせてます。はい。で、マスカラ。マスカラはですね、今回は、ヒロインメイクのロング&カールマスカラを使いました。時短ということで、時間も限られているので、一応ですね、短時間で長く、シュッとできるものを使いました。はい。
とはね、最後のリップ。リップはちょっときっと5分なので、顔のここら辺がね、ここから上がそんなに濃くならないだろうということで、レブロンさんの私がいつも使っている、ですね、これは何ていうのかな？これね、私ほん、20番なんですけど、私本当にこれ愛用してて、レブロンっていう、あれが消えちゃってるぐらい愛用してるんですけど、ここにちょっとレブロンって本当は書いてあるんですけれども、このスティックですね。口紅なんですけど、すごく使いやすくって、で、ここが濃くきっとならないと思ったので、こちらを濃くして、ちょっと化粧をしてる予感を出そうと思いまして、はい。これをチョイスしました。はい。ちょっとどうですかね。髪型がちょっと私、ここがちょっと癖が治らないのであれなんですけれども、そうですね。できたでしょうかね。ちょっとどうですかね。ここがちょっともう、剥げてきちゃってるけど。そうですね。ちゃんと、まあ、長くはなってますね。目のこことかも。結構長くは、はい、いい感じに、長くはなってますね。はい。で、ここもちゃんと、シャドウも入ってるし、一応、チークも、はい、アップでというか、ここですね。はい、なってますな。ね。ちょっと、まあ、リップ濃すぎたかなと思うけど、まあ、時短メイクで本当に、そうだね。ここからここがそんなに濃くなければ、あれかなと思います。成功かしら、これは。これ、ほんと大変。私、なんかね、実はこれやる前ね、3分でもいけんじゃないかなってちょっと思って、バカだった。3分なんか無理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 。もう、なんか、5分でも結構私ギリだったので。ということで、5分間メイク、完了です。いけたかな？ミッションは成功だと思います。とりあえずですね、次は3分間メイクとかも頑張ってやってみたいと思いますので、お付き合いくださいませ。では、次は、5分間の特殊メイクをちょっと撮ろうと思うのですね、ちょっとお待ちください。では、森崎アリスでした。5分間メイク。皆さんもやってみてください。じゃあね、バイバーイ。森崎アリスでしたー。